ャレンジカップ準々決勝、福岡ソフトバンクホークス対さて、小宮山さんならこのバッターどう攻略しますか。こういうバッターはやはりインコースでいかに詰まらせるかですね。外を見せて打ち上げるようになりますね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。打ちました、取った、二塁を送ります。セカンドフォースアウト。ピッチャーからすれば理想的な打ち取り方ですよね。バッターボックスには本田が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここでライトを持っていった、このぐらいはどうだ、落ちるか。セカンドランナースタート、2アウトランナー3塁と変わります。バッターは6番大山、前の打席はフォアボールを選んでいます。初球打ち、ヒットになった。ホークスピンチになりました。試合を制したのはソフトバンクホークスです。